帰敬を終わります。続きまして戦没者の御霊に対し黙祷を行います。黙祷。主罰。愛の浦地区戦没者遺族会を代表いたしまして、お二人の方に献花をお願いいたします。本日戦没者の御霊の安らかならんことを祈りつつ献花を捧げていただきます方は、昭和20年4月1日ビルマにて36歳の若さで戦死されました故辻信義様のご子息で辻薫様でございます。昭和18年の春、お父様が大村に入隊された時、お母様と一緒に面会に行かれましたが、当時6歳だった薫様は何を話したかほとんど覚えていないそうです。ただ別れ際に見送ってくれたお父様の顔は今でもはっきりと覚えているそうです。それから2年後に戦死の知らせが届いたとのことです。同じく献花を捧げていただく方は、昭和19年6月8日ビルマにて19歳の若さで戦死されました故大賀次郎様の名護様で大賀由紀様でございます。由紀様のお父様から聞かれたお話では、故大賀次郎様は6人兄弟の3番目で、兄弟の中でも一番優秀であり親孝行だったそうです。19歳の若さで亡くなり、本当に悔やまれてならないと話されたそうです。それでは2名の方、どうぞ献花をお願いいたします。遺族を代表いたしまして、愛の浦地区戦没者遺族会会長、豊本昇が、ご英霊に対し、慎んで慰霊の言葉を捧げます。父は、
生前命だけは大切にしろよ、生きて帰るんだよと口癖のようにみんなに言っていたと聞きましたが、しかし現実は厳しいものでした。沖縄へ出征し北大東島に何のために小さな船で渡ろうとしたのでしょうか。機銃掃射によって負傷し、昭和19年5月2日北大東島で戦病死いたしました。27歳でした。父は生まれて間もない私の頭を撫で、温泉に連れて行って頭の出来物を直してやってくれと言って出征したそうです。私が生まれて1ヶ月は一緒に生活したのでしょうか。一回も話することもなく戦場へ、家族のことを心配して死んでいったと思うと無念としか言いようがありません。今や父との話はできませんが、しかし父の血は私の体に流れています。私の考えが父と同じであるとすれば、国難を救うため家族を助けるためであれば死んでも構わないと思うのではないでしょうか。今は写真であり父の父の姿を忍び、戦時の様子を思い浮かべ、毎日がつらかったであろうと中心よりお慰み申し上げます。最愛の肉親を失った私たち遺族の悲しみは言葉では語り尽くせないほど深く切ないものでございます。残された私たちは深い悲しみを耐え、励まし合い助け合いながら遺族の誇りを持ち、幾多の困難を乗り越えて懸命に生きてまいりました。戦後我が国が国民の皆様の英知とたゆまぬ努力により、荒廃の中から立ち上がり、平和で豊かな社会を築き上げてまいりました。しかし私たちが現在享受している平和と繁栄は、戦争によって心ならずも命を落とされた方々の尊い犠牲の上に築かれていることを忘れてはなりません。ここに改めて過去の悲惨な戦争から学んだ教訓と平和の尊さを次の世代にしっかりと伝え、この歴史を二度と繰り返さないことをお誓い申し上げます。終わりに本日ご参列いただきました皆様のご健康とご多幸をご祈念申し上げます。今もなお変わることない遺族の皆様の深い苦しみ悲しみに思いをいたすとともに、ご英霊のご冥福と日本の恒久平和を願い、戦没した遺族の皆様の末永いご平安を心からお祈り申し上げまして、慰霊の言葉をといたします。令和3年10月25日遺族代表貝野良地区戦没者遺族会会長豊本昇、地区戦没者遺族会会長豊本昇が遺族を代表してご挨拶を申し上げます。遺族を代表し一言ご挨拶を申し上げます。本日は大変お忙しい中、愛の浦地区戦没者慰霊祭に佐世保市遺族会会長吉田秀則様、佐世保市長中西部長様、愛の浦地区自治協議会会長山口久夫様のご来賓のご参列を賜り、厳かに執り行われましたことに通信で御礼申し上げます。また愛の浦地区戦没者遺族会役員及び各地区代表者理事、また
自宅でお参りせざるを得なかった方々、無事慰霊祭を執り行うことができましたことに厚く御礼申し上げます。私はこの度愛の浦地区戦没者遺族会の会長を山下博樹前会長より引き継ぎました豊本昇と申します。今年の初め頃、会長を自治体との意思表明が遺族会としてはありまして、遺族会としましてはその意思表明を重く受け止め、全員一致で了承いたしました。山下会長におかれましては、前会長におかれましては16年間という長い間遺族会会長を務められ本当にありがとうございました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。しかしながら、まだ84歳85歳になられた直前です。これからは健康に十分気をつけられて、遺族会に残っていただき、顧問として体調の許す限りご協力ご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。また皆さんご承知の通り、今年も新型コロナウイルス感染が拡大、また拡大、再拡大と収まる気配がなく、日本では下火になったとはいえ第6波が心配されますし、まだまだ安心できない状態が続いています。今回の慰霊祭は遺族の方も高齢者の方がたくさんおられますので、さらなる拡大を防止するため残念ですが縮小して開催せざるを得なかったことを理解していただきますようお願い申し上げます。来年こそは全員参加して慰霊祭が再考されることを願うばかりです。戦争終結から76年が経過し、遺族会の皆さんおよび地域の皆様も年齢を重ねられ、戦争を知らない国民世代が8割を超えていますが、戦争の悲惨さや未だ未解決の多くの問題が山ほど残っている現状であり、このことを若い世代へ伝え理解していただき、遺族会を存続していかなければなりません。愛の浦地区戦没者遺族会は永霊のご遺徳を忍び、ご栄誉をお慰めするとともに、恒久平和を記念し、戦争のない日本を後世に伝え、慰霊祭を執り行ってまいります。皆様の代わりなきお力添えをお願い申し上げます。また、佐世保遺族会、および佐世保市長様、および愛の浦地区自治協議会の多くの方々のご協力、ご支援に対し、愛の浦地区戦没者遺族会を代表し、心から感謝御礼申し上げます。しめ縄会の皆様からは、今年取れた稲わらでしめ縄を作り、飯盛神社及び靖国神社分霊社にも10月15日、奉納していただきました。ありがとうございました。こうした地域の皆様方の温かいご支援とお力添えがあり、慰霊祭を続けていける力になっているものと信じております。本日はご参拝の上、皆様より過分なご奉仕お供え物をいただきありがとうございました。厚く御礼申し上げます。今後とも愛の浦地区戦没者遺族会へのご協力ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。簡単ですがお礼の挨拶といたします。結びに、本日ご列席された皆様方のご健勝、ご多幸を記念申し上げ、お礼の言葉といたします。令和3年10月25日、遺族代表、愛の浦地区戦没者遺族会会長、豊本昇。愛の浦地区戦没者遺族会副会長、山口正克が、閉会の言葉を申し上げます。これをもちまして、令和3年度愛の浦地区
戦没者慰霊祭を閉式いたします。どうもありがとうございました。遺族会会長の豊本昇さんです。 お父様が亡くなられたんですね、うん、初めて知りました。そうね、あのね、沖縄からね、はい、引き取られてしまって450キロぐらい離れとっちゃうね。450キロ、うん、台風の来たらさ、必ず大東島ってまず出るたい、はい、向こうから来るけんね、はい、大東島と沖縄に台風も吹っ飛ばして、あ、うちの親父はこう逆に大東島の方に行き寄って地図放射でやられて、おうおう、そして飛行機から、うん、あのね、来たったいね、あの工業が、あ、そしたらね、千拍子ってなっとったった、はい、そしたらうちのじいさんが、金作じいさんが、なんで千拍子かって言うの、自由操作でやられて、行くときね、小さな船やったらしい、あんま大きくなくてね、やられて、北大東島に行って千拍子、衛星兵やったけんか、なんで行ったのかね、大体ね、戦争したいとか助けるために、どっか行きよさってやろうと思ってね、船で移動してるときに、そうそう。だだだだだだだ、ひろかっちゃんの海の400キロぐらいもあっちゃん、うん、そけもう狙われたらもう芝居です。護衛もおらんちゃん、そうですね、だって船自体はもうついてね、向こうで船拍子、海のもことにはなっとらん、船自体はたどり着いたけど、だいぶ攻撃されて、27歳ですよ。うん、残念としか言えない。吉井カオルさんとお父さんも戦死しとるって言われてる、知らんかった。戦争は絶対しちゃダメですね、やっぱり。今日どうもありがとうございました。立派な遺伝者ができました。はい、何せコロナは早いよね。そうですね、うん、これらも終わることせんのね、このまで何もかもされんの、はい。